韓国がカナダで、慰安婦像を作る、またアメリカ各州に作る、これをまあ大規模に展開し、日本に対する、慰安婦の包囲網を作ろうとしている。この問題について、幸福実現党の外務局長及川さんに話を伺います。はい、今日はあの菅沼先生もいらっしゃるので、後でまたあのお話ししていただきたいと思うんですけど、あの今日本でも日本語の報道でも随分出ていますが、カナダで、この慰安婦問題と、そしてこれにリンクさせて南京大虐殺の問題が持ち上がっています。何かというと、カナダの国会にあたるカナダ連邦議会で南京大虐殺の記念日を制定しようとしているんですね。で、これを制定しようとしているのが中国系のカナダの国会議員、中国系のカナダの連邦議員です。特にあのバンクーバーを選出の、ジェイミー・クワンという女性の中国系のカナダ人です。あの歴史としてはカナダ人ですから、カナダの国会議員になっているわけですが、彼女が中心となって、署名運動をして10万件の署名を取ってですね、それをもとにカナダの正式な記念日として、12月の13日ですかね、12月の13日を南京大虐殺を記念日にしたいって言うんですよ。その理由は なぜかというと、南京大虐殺というのは日本軍が中国人女性を大量にレイプした大事件だというふうに言ってるんです。あのこの南京大虐殺のことはもう中国がですね、20万とか30万とかあの 大虐殺したっていう話をでっち上げてますけど、新たなでっち上げが起きてまして、日本軍が2万人から8万人の南京の女性をレイプしたっていう話になってるんです。これが今世紀人類史上最大の女性に対するセクシャルハラスメントであり、これから今の現代のセクシャルハラスメントを止めるためにも、南京大虐殺という非道なる、あの行いを記念日にして残すことによって、世界の、セクシャルハラスメント、女性に対しての、暴行を止めたいっていうふうに言ってるんですよ。これに対してですね、日本政府全く何にも動いていません。一部、安倍政権 の安倍さん の、まあ、あの仲間になっているあの、江藤誠一さんとか何人かがあのなんか抗議の文章を出してますけど、そんなの全く力になってません。で、あの私は活動家なので、私は政治家じゃなくて活動家なので、この件に関して今現地の、日本カナダに住んでいる日本人の方々と今連絡取ってまして、でカナダに住んでいる日本人の方々は何としてもこれ止めたいということで、このジェミー・クアンという女性の中国系の議員と私ちょっと話したいと思ってますし、それから現地のマスコミに対して、日本からの意見というのを発信しようと思っています。でこの点に関してぜひ、今日はあの菅沼先生と長男院総裁もいらっしゃるのでお知恵をいただきたいと思います。どうぞ菅沼先生お願いします。今この慰安婦の問題、まあ、日韓関係の中で大変、まあ、難しい問題として取り上げられておりますけれども、我々はこの問題を単にどっかで、なんて言いますか、韓国の人が何かをやったとか何かっていう、そのなんて言いますか、非常につまらない問題みたいな形で取り上げて、そしてまあ一部の人たちがいろんなことをやっているというような状況ですけれども、実は後で説明しますけれども、この慰安婦の問題といいますのはもう数年前からこのいろんな国が関与しまして、そしてこれを摘発していこうということですけれども、先ほどの説明もありましたけれども、この20世紀最大の要するに性犯罪と、まあ、いう形に持っていこうということを数年前からもうやってるわけです。ところが日本の場合、どうもその一部の民間の人たちはいろんな活動をやってますけれども、その外務省が表立って、日本政府が表立ってこれに対していろんな形で抗議をすると、
もちろん日韓関係の中で、まあ、そういうことも時々やってますけれども、それは単なる日韓の友好親善を図るためということだけでありますけれども、そうではなくて、今世界の趨勢はこういう問題を取り上げようと。でその象徴が先日のノーベル平和賞の中でイラクの少数民族の女性が平和賞をもらいました。この女性は何者かと言いますと、彼女は若い頃に要するに IS に捕まっちゃって、 IS のいわばセックススレイブとして、性奴隷としていろんな形で虐待を受けてきたと。でそれが今イラクでこういう形をやっていると。これに対して要するに、なんて言いますか、あのノーベル平和賞がいただかれる。そしてもう一つは、これはアフリカの医者ですけれども、この方も何をやったかと言いますと、戦争戦乱あるいは紛争の中で犠牲になった女性をいろんな形で救うと、医療活動をやるとまあいうような形をで、このこれを称するという形でこのノーベル平和賞をもらったわけですけれども、今度のノーベル平和賞って言いますのは、これはいわば世界の趨勢を反映しているんだと思うんですけれども、この戦争における要するに性犯罪という問題が一番今当面人権問題として一番大きな問題で、世界中がこれを取り上げようとしているわけです。そしてこれは韓国の非常に何て言いますか、強力な働きかけもありまして、例えば現在の韓国の外務大臣カン・ギョンワさんは、この方は慰安婦問題を人権問題として大々的に世界的に取り上げるというために、彼女は最初から国連に入った。そしてこの彼女をこのムン・ジェインさんが外務大臣に登用した。そしてこの要するにムン・ジェイン政権あるいはカン・ギョンワ外務大臣の元で例えばパク・クネ大統領との間で結ばれて未来志向の慰安婦の問題解決していこうというようなことでできたこの財団、例えば癒し財団なんとか財団って言いますけれども、日本が10億円出してやった、これも今年度中に解散させようという形でこれをやめて、そしてもっと韓国は単なる日本との関係の中だけではなくて、要するにアメリカから始まりまして世界中にこの慰安婦の問題を大々的に取り上げていこうと、まあ、こういう要するに戦略でやってるわけで、そしてそれが例えば我々はその今カナダの話が出ましたけれども、その前にアメリカの各地で慰安婦の像が作られて、単なる何て言いますか、ちっちゃな事件として取り上げてきたわけですけれども、そして例えば最近でもそうですけれども、このサンフランシスコに慰安婦の像が公的に作られたと、まあ、いうことで、今大阪その姉妹都市が関係があった大阪市がそのサンフランシスコとの間の姉妹都市関係を断絶すると、まあ、こういうようなことも言ってますけれども、そういうせざこましい問題じゃないんですね、これは。だからもう本当にこの趨勢が、例えば今はアメリカあるいはカナダというようなところでありましょう、あるいはオーストラリアとかありましょうけれども、これが例えばヨーロッパのドイツのフライブルクだとかなんかいろいろ問題起こってますけれども、どんどんとヨーロッパの方にもこの問題がいろんな形で提起されていくということになりますと、この慰安婦の問題に象徴される先ほど南京大虐殺の問題もありましたけれども、この第二次世界大戦中における日本の要するにそういう性犯罪とセックススレイブと、これが本当に今世紀最大の、先ほどもおっしゃる今世紀最大の人権問題として取り上げていこうと、まあ、いうようなことになりつつあるわけですね。我々は今まで南京大虐殺そんなことはありえないと
あるいは慰安婦、それは要するに占領国の、占領国のあるいは戦場になったところの女性が日本軍のあれにされるために、要するにこういう形で、まさにこのようなシステムといいますのは、要するに日本が逆に言うと誇るべき、要するにシステムだったかもしれないという形で我々は考えてやっておりますけれども、しかし世界の趨勢っていいますのはそういう形で今動いてるわけですよ。そしてこの慰安婦の問題というのが、いくら否定しても、我々がいくら否定しても、朝日新聞が持ちかけたものは嘘であったというようなことをやりしましても、世界はどんどんと慰安婦ではなくてセックススレイブと性奴隷という形でもう動き始めている。だから我々国政府ももっと真剣に、特に外務省は真剣にこの問題について取り上げないと、これはこれからの我が国にとって大変なこれ問題に発展している。私はそういうことを今危惧している。今度のノーベル平和賞でこういう、要するにセックススレイブであった女性が訴えた、そしてそれに対して平和賞がもらえた、これは大変なことを示唆していくんではないのかと、まあいう具合に私は思っているわけです。そういうことでもう一度言いますけれども、我が国は官民挙げて、特に官、外務省は本気になって、要するにこの問題と取り組まないと、単なるその辺のつまらないエピソードとしてっていうのは間違いだろうと私はそう思います。以上です。まあ、私はこの最終的にこういう段階に来たのは韓国の力だけではない、これはやっぱり軍産複合体の動きとネイチャーサイエンス、今、まあ、菅沼先生がおっしゃったノーベル賞の問題、いわゆるねじり京都の一女性がノーベル賞をもらうというのは、まあ、実に不自然であるわけだ。これをまあ取り上げた、またアフリカの医者を取り上げたのもネイチャーサイエンスの意向だろうと思うんですよ。でノーベル賞そのものも軍産複合体そのものもやはりコントロールしているのはロッチャイルド一派の力が強い、それの狙いは日朝戦争を作ろうという動きの前兆であるところ、そういうものをどういうふうに我々は逃げ切ることができるかと、これは1930年代の満州の問題を世界的にバッシングに来た、そして春ノートで徹底的に追い詰めて日本を急走猫を噛む状態に持っていったのがパールハーバーである。そのパールハーバーを狙った一つの世界的な軍産複合体の戦争マッチメイクの戦略ではないかとこう見ております。